これ。時刻は7時を回りました。アメージング小座の時間となりました。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。はい、スタジオには、はい、うん、今日は今日はメンバー紹介です。はい、ユニット系のカンです。はい、ぶんちゃんです。えーちゃん、タキです。はい、ぶんちゃんです。ちゃん、はい、今日はね、大吾と、ともひろが、はい、残念ながらお休みですということで、はい、このメンバーで今日2時間お届けしていきますので、皆さんお聞きください。よろしくお願いします。はい、今日もいつも通り、はい、お題とともに、お題とともにリクエストに答えながら、はい、生演奏お届けしていきますか。そうですね。はい、あれ、久子さん、お久しぶり。笑い、皆さんこんばんは。久子です。お久しぶりです。お久しぶりです。ちょっとね、久しぶりでね、焦ってるんですけど、でもオープニングのね、曲を聴くとなんかほっとしました。ただいまって感じ、帰ってきた感じがしました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日もね、リクエストどしどしお寄せいただければと思います。今日のお題は、冬の歌、はい、冬の歌ということでね、どしどしメッセージをお寄せください。はいはい、よろしくお願いします。今日なんか僕サングラス変わってるの分かる？分かりますよ。いつ触れようかなと思ってたんですけどね。100均のこれ。これハニーのサングラス。あ、そうなんですね。うん、なんかおしゃれなサングラスになってると思って。おしゃれだね。この含み笑い。危ない。はい、FM 小座ではですね、ユーストリームで、映像も、音もね、音楽とともに配信していますので、ユーストリーム、そしてね、ツイキャスでもね、配信していますので、そちらでもね、メッセージいただけますので、送っていただければと思います。はい、よろしくお願いします。はい、というわけで、今週のミュージックバー F、FM 小座の向かいにありますミュージックバー F の、ライブ情報を、はい、はい、今週はですね、ユニット系ライブがあります。あ、そうだった。そしてベイちゃんこと、はい、イサオさんのライブもありますね。はい、嬉しいな、聞けるな。17日の木曜日、ユニット系ライブです。はい、はい、オープンが9時、スタートが9時半。はい、ミュージックチャージ500円ですね。はい、はい、カンちゃんとターキーさんの、ね、ユニット系ライブ、はい、どんなかな、どんなかな。今回も仕上がり声ってこと。そうそうそう。どんな感じに今構想中。そうですね、どんなかな、うん、また構想中。まあフォークとかね、いつもの感じと、あとちょっと新しい曲を何曲かっていう形で、楽しみ、はい、洋楽もね、かんちゃん歌いますので、ね、頑張ります。はい、そして、19日土曜日、はい、イサオ&パークライブ、ね、はい、相方のパークと二人でやりますよ。うん、楽しみ。こちらもオープンが、9時です。ライブスタートが9時半、ミュージックチャージ500円となっております。楽しみにしてます。はい、頑張ります。はい、ですのでね、皆さん、生演奏ね、飲みなで、あの、聞きながら美味しいお酒を一緒に飲みましょうという感じですね。はい、というところで、はい、はい、12月、番組前半のスポンサーのご紹介です。はい、季節の果物を使い、お客様に合わせた最新のカクテルを落ち着いた店内でご提供します。バーボビーズ、沖縄市330沿い福原楽器向かいお花屋さん2階、電話番号 955-5816 です。浜田省吾を愛するマスターがあなたを待っています。バーそよ風、沖縄市ウエッジ 2-1-21、 電話番号
3553。海辺に出かけたような素敵な店内で美味しい料理とお酒をどうぞ。諸国飲み食いどころ紫サンゴ、沖縄市中曽根町 2-10 沖縄市役所近くです。酒と魚とユンタクとカラオケが楽しめるお店、酒と魚ナンクル、沖縄市小屋 1-8-19 塩平病院斜め向かいマンション1階。カラオケ、ダーツ、卓球ありの楽しいお店です。マブヤーもいます。ミュージックバータイガーアイ、沖縄市上地 1-12-6 琉球三菱自動車左裏。ブラックミュージックなどゆっくり音楽を聴きながらお酒を楽しみませんか。ソウル&シーフードジューシー、沖縄市上地 1-13-14 ニューバビロンビル5階。歴史ある店内、落ち着いた雰囲気が幅広い世代に人気。ギター演奏や各種イベントが定期的にあります。ラテン酒場アルハンブラ、沖縄市上地 2-20-12 ユニオン中野町店隣。中古新品タイヤ交換、価格なら負けません。在庫多数あり、ネマ商店、沖縄市久保田 1-9-30 富士店舗1階、山里交差点普天間向け左。以上のスポンサーの皆様で、アメージングズ小座前半をお送りいたします。はい、お聞きくださいね。もうすでに汗かいてない、すごい汗びっしょり暑い、クーラーついてるよね。暑くない、みんな。はい、スタートしてます？今からです。アメージング小座、はい、アメージング小座をお届けしています。はい、今日はですね、お題が冬の歌ということで、リクエストを受け付けていますので、皆さんね、冬の歌でこんなのあるよね、聞きたいなっていう曲があったらね、はい、メッセージいただければと思います。なんかトップバッター菅さんが歌いたいみたいな、うん、あれはい、そういう流れ、そういう振り方はい、はい、先にね、はい、メールアドレスをお伝えしておきましょうね、はい、761@fmkoza.jp、うん、761@fmkoza.jp、 こちらにね、どしどしリクエスト、はい、なんかしんとしてない？お待ちしてます。よろしくお願いします。久しぶりに久子さんのアナウンスだから、はい、新鮮さがまた、ね、そうですね、はい、新鮮、新鮮、はい、よかった、なんか、はい、はい、カンさんがやる、はい、いきます。はい、トップバッターカンちゃん、はい、冬の歌、冬の歌、はい、ちょっとね、もう春になりかけの歌なんですけど、うん、じゃあやめようか、やめましょうかやめるか、名残雪でイエーイ、いきたいと思います。
汽車を待つ君の横で僕は時計を気にしてる。季節外れの雪が降ってる。東京で見る雪はこれが最後だと寂しそうに君がつぶやく。名残雪も降る時を知り、ふざけすぎた季節の後で今は春が来て、君は綺麗になった。去年よりずっと綺麗になった。動き始めた汽車の窓に顔をつけて、君は何か言おうとしている。君の唇がさよならと動くことが怖くて下を向いてた。時が行けば幼い君も大人になると気づかないまま、今春が来て君は綺麗になった。去年よりずっと綺麗になった。また着地失敗しよったね。危なかったですね。どうでしたか。はい、名残雪でした。なんか先々週これから着地失敗するパターンが多いね。なんか一人ずつ回ってるような感じで。着地失敗するってどんなの？今やったような感じ。今やったような感じですね。最後の？最後の最後であれ？多分スタッフさんは気づいてない。まだ気づいてない。ありがとうございます。この話はなかったことのなかったことです。記憶にございません。今のは 9.8。危ない。高得点。高得点。ありがとうございます。名残雪か。名残雪です。冬の後には。冬の後にっていう感じなんですけどね。でもあれだよね、今週で冬の歌はリクエストは終わって、来週はクリスマスの歌やるって言ってたよね。そうですよね。来週はもうクリスマスの週だから。あ、そっかそっか。ぶちゃん一人で寂しくない？大丈夫？クリスマスイブよ、イブ。イブイブ。なんで俺一人なの？あ、なんか今なんかハニーと。ああ。ね。わ悪だから。悪だからハニーと。まあ、みんないろいろね。忘れてないハニーとね。忘れていたのに。なんてことないよ。なんてことないんだ。元気？
ね、ブーちゃんがなこの初めて見たさでもさ、なんか街の中そろそろクリスマスソングが流れてきてる季節じゃない。かなりね、もうクリスマスソングだし、ゴヤはもうイルミネーションは、うんね、完了してるもんね。パークアベニューもね、ちょこちょことね、うん、十字路にも巨大なツリー立ってるしも、うん、ここさお散歩するのにも気持ちいいはず、イルミネーションで、うん、皆さん、ね、コザのねパークアベニューぜひぜひお散歩しに来てください。いいそうです。イルミネーションはミルミネーションとか言うかな。ああ言わないな。言わない。なんかペースを崩されちゃったね。ねえ、ブーちゃんね。もうフルゲンさん。フルゲンさんがね、なんか言うね。フルゲンさん。先週名前間違えられた。フルゲンさんだったっけ。引き続き。引き続き。ベーちゃん。フルゲンさん。パークアベニューもね、うん、綺麗になってるよね。なんかメール来てるの？はい、タロスケさんが、久しぶりでございます。ありがとうございます。のほんアメージング小座の皆さん、こんばんは。こんばんは。はい、タロスケさん元気ですか？ね、ありがとうございます。ありがとうございます。リクエストくださいね、うん、よろしくお願いします。はい、はい、お次は、え、じゃあ歌っていいの？うん、はい、じゃあね、森進一が歌っていた冬の日々。好きかも。なんかわかんないけど。なんでだろう。わかんない。あいつによろしく伝えてくれよ。今ならホテルで寝ているはずさ。泣いたら窓辺のラジオをつけて、陽気な歌でも聞かせてやれよ。アメリカの貨物船が桟橋で待ってるよ。別れの気配をちゃんと呼んでて、上手に隠した旅行をカバンに外した指輪と酒の小瓶さ。優しさが霧のように、シュロの木を濡らしてる。冬のリビエラ、人生ってやつは思い通りにならないものさ。愛しければ愛しい名前。
チャガチャン。この曲だったのか、かっこいい。冬のリビエラ。なんかこれなんかね笑っちゃった、笑い声入っちゃってたかな、入ってたかな、なんかね弾きながらブーちゃんがとっても横に首を振ってあれは何か iPad がね、うん、iPad が楽譜ほら長い曲だと、うんうんうん、ね、一番の歌詞しか画面上に出せない、うん、めくってめくって、それをめくってめくってって言ってるのを首でこうめくってめくってってやってるもんだから通じた、通じてなかった、通じてなんかでも無理やり叩いてそんなあ、そのことか、なんかね、すごい首振ってるからさ、何かな、あ、iPad のページをめくってという合図だったんだ。そうそうそう、でそれをターキーさん気づかずに笑ってたよね、一緒にね。毎回のことだから、ごちゃ毎回一人振るから。ごめんね。すごい振ってたよね。自分がやればよかったんだけどね、はい、すいません、はい、皆さんですね、そう、生演奏するのにね、ね、パッタとか楽譜とか、いろいろね、いろいろね、持ち込んでやってますのでね、ね、この様子をですね、ぜひね、はい、見ていただきたいな、ぜひぜひ、スタジオに、ね、はい、遊びに来て、スタジオに今来てなくてもあるでしょ、あの、うん、ユーストとかユーストで、もちろんです、はい、はい、ね、あの多分ですね、ユーストは4人映ってるんですけど、ツイキャスはですね、ブーちゃんのアップだったので、うん、首を振ってる状態によく見えたと思います。本当だ、そういう事情があったわけでありますので、はい、皆さんよろしくお願いします、はい、映像だとそんなね面白い感じが見えますので、はい、見てください。頭切れてる、頭切れてる、頭切れてる、こんな感じです、こんな感じです、ドアップです、はい、ラジオのお聞きの皆様もですね、うん、スタジオの様子をお伝えすると、スタジオにみんなギターを持って、そうですね、はい、ところ狭しと、はい、暑いです、熱気がムンムンしてます、スタジオの中、ね、はい、今映ってるのはね、うん、フルゲンさんことベイちゃんね、本当にみんなフルゲンさんと思った。具志堅ですからね。具志堅さんでした。私も今なんだっけと思っちゃった。フルゲンさんですよね。もういいかな、じゃあ歌って。具志堅さんだ。もういいかな、歌ってじゃあ。はい、さおさんです。Oh,
じゃかじゃん。はい、ありがとうございます。なんかこの辺が、この辺が今気負ったね。これカッポしないで一応下げたわけだからね。ベイちゃんのサンタクロースでした、はい、これあの面白いあの替え歌あるの知ってる？知ってる？知ってる？知らない。知らない。カモン達夫のやつですか？違う違う違う。ブーちゃんが。え？ぐすうのよって知ってる？あの世からやってくるわけ。カタカル現象。カタカル現象。怖いし。はい、失礼しました。関係者の皆さん。関係者の皆さん。苦情のメールは一切受け付けません。苦情は苦情ちょうだいね。はい、じゃあ久子さん進めていきましょう。どうぞ。一番分かってないのに。はい、はい、というわけで、今日はですね、冬の歌ということで、あのやってますやってますやってます、なんかおかしくなっちゃった、はい、あのね、メッセージくださいね。冬の歌、冬の歌、今出たのがね、はい、3曲出てますが、はい、テイジュミキの鬼旦那様ってん？いう人から拍手をできてますよ。ありがとうございます、うん、ありがとうございます、はい、初めてベイちゃんのサンタクロースどうでしたかね、うん、はい、ね、パチパチパチ答えてくるの、それにも拍手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 、すごい、 ありがとうございます、拍手拍手、嬉しいですね、はい、レスポンスあるとね、はい、ありがとうございます、はい、ではね、 CM の後もアメジンコザ続けていきますのでお聞きください。これなんですか？これ弾けないんですか？ちょっと高いです、はい、これ俺が弾いたの、歌を言っていいですか？歌う、すいません、宇野さん歌うんだったら一応知ってはいるんだけど。はい、4、3、2、アメージングコザー、パフ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 どんどん、はい、アメージングコザ、前半はですね、バーボビーズ、バーそよ風、諸国飲み食いどころ紫サンゴ、酒と魚ナンクル、ミュージックバータイガーアイ、ソウル&シーフードジューシー、ラテン酒場アルハンブラ、ネマ商店の提供でお送りしています。はい、アメジンコザ、はい、お届けしていますが、はい、ありがとうございます、リクエスト、あ、God bless you、 かんちゃんが今ねくしゃみした、失礼しました。はい、タロスケさんから、タロスケさんから、はい、リクエスト、牧原のりゆきさんの冬が始まるようお願いします。はい、ありがとうございます。冬が始まるよって歌だね。うん、正解ですけど、はい、あ、ずれてた。いやいや正解ですけど、あ、ちょっと違うみたいなね。タロスケさん、これ来週しましょうね。今日はちょっとあの企画がない、中身が
なんかね、とっても、じゃあ準備して、うん、来週準備してやりますので、後半の準備ができない、そうそうそう、後半の準備ができなくてですね、申し訳ないんですが来週、はい、待っててね、タラスケさんありがとうございます。ブーちゃんが行きます、うん、ブーちゃんがお届けします、うん、はい、うんと言っています、お届けできるよ、はい、はい、タラスケさん来週お届けするのでお楽しみにしてください。はい、じゃあ次は、うん、冬、はい、ですね、今週のお題が冬の歌ということでお届けしています。はい、はい、まだまだね、リクエストいただけますのでお寄せください。お願いします。それまでね、はい、メンバーの用意した冬の歌をお届けしています。はい、次はどなたか、はい、タキさん、タキさん、はい、くれてるのに、タキさん、はい、ただこれもね、冬っていうよりはこれもね、うん、ちょっと春に近い歌なんですよね、うん、うん、でも冬の歌だからいいと思います。ということで、あの前回も届きたことがあるんですけど、うん、大丈夫です、はい、山口百恵さん、はい、はい、なんだっけ、いい日旅、いい日旅、うん、
ございました。あ、気持ちいい、気持ちよかったね。なんかみんななんか、ね、しっとりしたね。ねえ、癒されるあ、たらつけさん、はい、了解って了解、うん、ありがとうございます。了解。もずくさん、こんばんは。まわこんばんは、よろしくお願いします。もずくさん、あ、もずくさんからも来たんだ、ありがとうございます。話変わるけど、うん、明日から寒くなるんだってね。え、そんななんですか。うん、あのいきなり、うん、沖縄の県内の中では寒くなると、まあ、最低14度、最高気温が18度らしい。へえ、そっか、明日ね。で PM2.5 もいっぱい来るんだよね、明日ね。PM2.5 あれもいっぱい来るらしいよ、明日が来ないらしい、日本全島。じゃあ、あ、それでカンちゃんくしゃみしたのかもしれません。早い、先取り、先取り、先取りどんだけ先取り、先取り。でも私さ、東京から帰ってきたんですけど、寒かったのでブーツできたんですけど、沖縄は夏でした。そりゃそう、芝ぞりで来ないとねえ、ね、はい、でも18度だもんね。ですね。明日寒いですから皆さん気をつけて、はい、マスクも忘れず、はい、あ、洗濯物は外に干さないと、はい、あまり外に出ないこと、はい、なるほど、半袖で出歩かないこと、出歩かないこと、はい、そうそう、どうしよう、そういうこと大事です。半袖しかない、あら、そう、一年中半袖で過ごせる沖縄です。そういうブーさんも半袖ですけどね。あ、そうよ、人に言えないじゃないですか、まあまあ、っていうカンちゃんも半袖だよね。そうですね。あの、あ、ひさくなっちゃう。めっちゃ、なんかそれ、なんか暖かそうな、ちょっとおしゃれな感じで、おしゃれな感じです。どこで買ってきたのこれ、ベッチャン、ベッチャン、アメリカ、アメリカ、アメリカ、そうそう、アメリカ軍、あ、基地のね、ほんとそうなんだ。やっぱり S サイズ、え、S サイズ、これ S サイズなの、あ、違う、アメリカさんのほら基準って日本のよりでっかい、ちょっとだけ、なんか M が、自分 L 履くけど M がいいぐらい。あー、ほんと、やっぱりそういうことあるんだね。じゃあ、かんちゃん歌う、歌いましょうかね。何歌う？ですね、はい、雪が降る日に。お、うん、雪か、雪、もうね、北海道の方は雪だもんね。
けて昨日の じゃーんじゃかじゃーん難しいよし、はい、よし、よしいやー生演奏いいなよしよしよしレイちゃんは何歌うのえもう僕は歌は1曲だけで、はい、あリクエストいただいていますピーちゃんママありがとうございますピーちゃんママこんばんは皆さんこんばんは寒い夜に癒されたくて聞いてますよ冬の歌ということでバンプオブチキンのスノースマイルが聞きたいです、はい、あそれからかれ食べ物だと思ってないもしかしたら美味しそうだと思ってバンプオブチキンそれから、牧原紀之の冬が始まるよも聞きたいですね菅、うんはい、さんよろしくで す, いですはいじゃあ来週ね、はい、そしてもう一つメッセージいただいてます、はい、ピーちゃんのパパさんありがとうございま す, ういますどうもこんばんはこんばんは年中半袖半ズボンのピーちゃんのパパっす、はい、一緒だよ、カンさんターキーさん久子さん風に気をつけてね俺からのリクエストはグレーのウィンターアゲインよろしくお願いしますかっこ笑いがついてますけどかっこ笑いついてるんだ、うん、なぜこれは、そうですね弾きながらお前歌えるのかっていうことじゃないですかねなるほど、ね、なるほどチリソースチキンのなんて、はいチリソースチキンじゃないですかチリソースチキン何どんどん美味しくしていくんですか曲でチリソースチキンバンプオブチキンのスノースマイル、うん、スノースマイ ル, マイル、うん、雪のスマイル なんかいいねチリチーズチキンじゃなくて何でしたっけバンプオブチキンのスノースマイル、はい、グレーのウィンターアゲインね、はい、そしてパパさんからは、はいグレーのウィンターアゲインウィンターアゲイ ン, ン, ゲイン、はい、冬をもう一度ウィンターアゲンです来週ですね、はい、行っちゃう来週大丈夫だと思います、はい、お楽しみにしてください、はい、はい、次ははいということで冬の歌ということで今週アメージング講座お届けしています、うん、ます、ね、でも本当ねあの温度下がるとね風邪引く人が本当に多いので皆さん免疫力をうん、高めて、はいですねね、こういう時あれなのかなヒージャーとかいいわけそこヒージャーいい系かないい系かもしれないねヒージャーえヒージャーみんなダメ私美味しくいただきましたどこで近く近くあ本当食べたことあるこれじゃあヒージャーを食べたくなるような冬の夜にはいはいですお願いしますいいんですか歌ってはいはぁ、い、上の初の夜行列車降りた時から青森駅は雪の中帰る人の群れは誰も無口で海鳴りだけを聞いている私も一人Ah, ah, ah.
らんあれが旅岬北の外れと見知らぬ人が指をさす息で曇る窓のガラス拭いてみたけど遥かに霞み見えるだけさよならあなた私は帰ります風の音が胸を揺すり負けとばかりにとばかりにたいや今ブルースになってましたね。ね、うん、2番目はそうだったね。よかった。すいません。それはそれで。申し訳ない。楽しい。うんうん、で今の家ではねもう寂しいもんだからさ。うんうん、やっぱ寂しいんだ。さっきのつがりだったんじゃん。ついつい こんな歌が。つがる。口をついてる。口終わるだからね。よかった、うん。ありがとうございます。そう言っていただけると。うん嬉しいです。嬉しいです。今日もなんとか眠れそうです。なんかさ、枕を涙で濡らしながら、鼻水じゃないんだ。なんかね、一人暮らしの人がね言ってたんだけど、うんうん、寒い夜でね、自分で布団の中で、うん、コツコツコツって動くと暖かくなるって言ってたよ。あそれわかりますね。自分で温める方法って。背中が痒い時も使える。あ、なるほど、やってみよう。はい、はい、冬べーちゃん何やるの？名前やるの？バックグラウンドミュージックってやつ。バックグラウンドミュージック、はいはいはい。ちょっと皆さんに報告中か、ねほら、ブーちゃんの作曲工房っていうのをやったんだけど、もう応募がなくてですね、うん、もう打ち切りです。でぜひ作ってほしいって人がいたらミュージックバイオに僕がライブするときにぜひ来ていただければ ね。あ、じゃあ、うん、打ち切りじゃなくて、はい、引き続きですね、ミュージックバー M の方に持ち込んでいただければブーちゃん受け付けますということですね。します。永久受付続行の決定のお知らせでしたね、はいはい、よろしくお願いします。ブーちゃんからのお知らせです。そうです、急な話で申し訳ないんですが、はいね、はい、でもね、でもね、何何歌詞書いちゃおうかな。あ、ぜひ ね書いて、ね、よろしくお願いします。はい、何か、ね、じゃあ、うん、もうそろそろエンディング、ね、何か、うん、今のさブーちゃんの、うん、歌詞募集コーナーっていうのもね、はいはい、素敵な企画だったのでね、ぜひ引き続き
ぶーちゃんねやってほしいな。そうですね、引き続き、うん、何かこう ね思い出とかがあったりとか ね、はい、うん、そんな時に、あ、じゃあ、うん、じゃあ、滝さんが、はい、いいよ今ね、うん、ぶーちゃんとね滝さんが何にするって楽譜見ながら決定しました。しまし冬の歌お届けしましょうね。じゃあエンディングまでその曲で。高さはどこだった、これでいいよ、合わせてます。これで大丈夫、低い、あ、なんかミュージシャンの集まりって感じ、って感じ、このキーでいいのみたいな。これで低い、大丈夫、OK、出ました。2人で歌おうか、はい、はい、じゃあこれでエンディングの、はい、ね、一部のエンディングでね、はい、になりますが、はい、では歌うたいのブルース。タバコの煙味込めて Amazing Koza。 12月番組前半のスポンサーです。季節の果物を使い、お客様に合わせた最新のカクテルを落ち着いた店内でご提供します。バーボビーズ、浜田省吾を愛するマスターがあなたを待ってます。バーそよ風、海辺に出かけたような素敵な店内で美味しい料理とお酒をどうぞ。諸国飲み食いどころ紫サンゴ、酒と魚とユンタクとカラオケが楽しめるお店、酒と魚ナンクル、カラオケダーツ卓球ありの楽しいお店です。バブヤもいます。ミュージックバータイガーアイ、ブラックミュージックなどゆっくり音楽を聴きながらお酒を楽しみませんか。ソウル&シーフードジューシー、歴史ある店内、落ち着いた雰囲気が幅広い世代に人気。ギター演奏や各種イベントが定期的にあります。ラテン酒場アルハンブラ、中古新品タイヤ交換、価格なら負けません。在庫多数あり、ネマ商店。以上のスポンサー様のご提供で、番組、違う、アメージングコザ前半お送りしました。はい、8時から9時もお聞きください。Oh